遥か遠く、ノゼリエと呼ばれる大地。そこには三つの国があった。ノゼリア大河に面し、船での交易に長けたグリンブルク王国。鉄を産し、雪と氷に閉ざされたエスフロスト公国。そして人々の生活に欠かせぬ塩が唯一取れる砂漠の国、聖ハイサンド大峡谷。これら三国は限りある資源をめぐり争い合うのが常であった。塩と鉄とを奪い合う小競り合いはついに煙鉄大戦と呼ばれる大戦争に発展し、大陸全土を巻き込んだ消耗戦となり、おびただしい戦に疲弊した三国は停戦。中立な立場を取るノゼリア商会を介して塩と鉄を売買する協定が結ばれ、ノゼリアはようやく平和を享受することとなった。そして30年の時が過ぎ、グリンブルク王国の領主で王に次ぐ武力を持つ名門ウォルホート家とエスフロスト公国の間に新たな縁が結ばれようとしていた。おめでとうございます。これでウォルホート領も安泰ですね。今日いらっしゃるんですよね。俺たちも歓迎の準備をして待ってますから。ありがとう。みんなこれからもよろしく頼む。若様、セレノワ様、やはり町においででしたか。ベネディクト、領民たちにすっかり噂が広まっているようだ。エラドールが喜んで触れ回っているのです。後で叱っておきます。この件は我がウォルホート家だけでなく、グリンブルク王国にとっても大事だ。だが隠すことでもあるまい。しかし若様、お相手の執事は。事情は聞いた。それがどれほどの意味を持つのかまだわからないが、皆が喜び期待してくれている。私は時代の領主としてしっかりと受け止め答えたいと思う。お覚悟はわかりました。私も執事として全力でお支えいたします。父上の懐刀であるお前がいてくれれば心強い。よろしく頼む。ではそろそろ港に向かいましょう。もう予定の時間にはまだ間があるはずだが。先日の雨で川はかなり増水しています。加えて風向きを考慮するとエスフロストの船は予定より早く到着するものかと。さすがだな。遅れては失礼だ。出発しよう。Thank you.
ご苦労でした。船は戻って結構ですよ。しかしお迎えがまだのようですが。すぐにいらっしゃるでしょう。誠実で真面目な方だと聞いてますから。わかりました。フレデリカ様、どうか末永くお幸せに。ありがとう。エスフロスト公国のためにも努力します。兄グスタドルフ総帥にもそう報告をお願いしますね。はっ、ジーラ殿、あとは頼みます。はい、お任せを。無事に到着してよかったわ。ようやく一息つけますね、フレデリカ。でもちょっと早く着きすぎたかしら。遅れるよりは良いでしょう。これは国の大事、初対面で失礼があってはなりませんから。固いわね。第一印象は重要ですよ。気分転換に少しあたりを見て回らない？そうですね。好きにできるのも最後かもしれない。ローゼル族の血を引く私に自由を与えてくれる方などいるはずがありませんから。そのペンダント持ってきたのね。もちろん母のたった一つの形見ですから。ゴッな。感謝するぜ、エスクフロストのお姫さん。邪魔な護衛が乗った船を返してくれるとはな。噂を聞いて待ち伏せた甲斐があったぜ。風が吹いてるぜ、親父。いい稼ぎになりそうだ。あなたたちは盗賊？下がって、フレデリカ。狙いはあなたよ。私たちをどうする気です？なーに、ちょっと人質になってもらうのよ。エスフロストとオルホート家、金持ちどもからたっぷり身代金をいただくためにな。けどその髪の色、あんたローゼル族だな。もう一人の女はハイサンドの人間みたいだし。ひょっとして人違いじゃないのか？え？乗ってた船はエスフロストの軍船だったぞ。無礼な。私は間違いなく。盗賊ども、寄ってたかって女性を襲うとは恥を知れ。何者だ？
お前たちこそ何者だ。この地で狼藉を働くとは、よほどの盗賊団であろう。おうよ、いて驚け。俺たちは泣く子も黙るトラビス一家。俺が頭のトラビス様よ。私は娘のトリッシュ。そこらの軍が逃げ出すほどの大盗賊団さ。降参するなら今のうちだぜ。あったかな。それほどの集団なら頭の親子が揃って先頭に立つはずはない。はい、増援の恐れはないと見ていいでしょう。うまく敵の情報を引き出しましたな、若さ。何をごちゃごちゃ言ってやる。そっちも名乗りやがれ。断る。敵に情報を与えるのは愚か者のすることだ。なんだと。どくせい、邪魔者をやっちまえ。若様、実戦ですぞ。お二方は下がってください。いいえ、私も戦います。こうなったのは私の油断が原因です。戦わせてください。しかし、私は魔法の教師、そして彼女はとても優秀な生徒です。足手まといにはなりません。わかりました。では援護を頼みます。承知しました。ずいぶん賑やかだな。俺も加えてもらおうか。あなたがどうしてここへ。話は後だ。まずは賊を蹴散らすぞ。人数が増えたがどうってことはね。俺たちの恐ろしさを教えてやれ。威勢の良さは立派だが、どうなさいますか、若様。遠慮は無用。ウォルホート領内で悪党の好きにはさせない。この方々は一体。行くぞ、ベネディクト。堂々と喧嘩を売られるとは、トラビス一家も舐められたもんだ。俺の番ってわけか。お前らも続け。手柄を立てれば褒美は出すぞ。
無法は許さない。覚悟しろ、賊たちよ。負けられない。私たちにケチつけようってんだね。意気がってんじゃないよ。トイス様のお通りだ。稼ぎの邪魔をするんじゃないよ。行くよ。この地で無法者がのさばれると思わぬことです。最善の手を。俺は負けん。この技ならば。どうだ友よ、倒した数を競ってみないか。危険な真似はおやめください。父上に何と申し上げてよいか。ただ者ではない。この方々は。不可か。大丈夫、落ち着いて戦えば勝機はあるはずよ。行きますか。これで傷を。助かった。身に降りかかる火の粉は自分で払います。終わらせましょう。私の魔法で。
なんてわけか。情けは禁物です。終わりです。どこから攻めるか。はあ、出番だな。逃さない。行くよ。バカな。聞いただろ。何？行きます。ご退場願います。行きます。炎よ。よっしゃ、行くか。勝利への糸口は。甘い。上層に従ったまでです。出番だ。行け。どこから攻めるか。はあ、ウォリッシュ様ともあろうものが。バカめ。まさか。しまった。行きますか。戦略は定石に従ったまでです。終わらせましょう。俺の番手は。いつは痛えぞ。情けは禁物です。付き合い。上層に従ったまでです。行くぞ。you
タック見たか、スケアリ。ウォルホートの名にかけて。手応えあり。ウォリッシュ様ともあろうものが。それそんな、いいだろ。どこ見てんだ。厳しいですね。回復します。学んだ力、今こそ。私の魔法で。やしたな。最善の手を。やはりそうでしたか。俺は負けん。この槍を受けよ。てめえ。いける。てめえら、もう覚えてろよこの野郎。どこから攻めるか。くれ。行きますか。はっ。し。成長を感じます。学んだ力、今こそ。正しいと思える世のために。そんな、いただき。どうしろってんだ。まさか。情けは禁物です。終わりです。運がなかったですね。ウォルホート家の未来のために。な、嘘だろう。くそ。行くぞ。この槍を受けよ。見たか、この力を、平和のために。親父、こいつは漁師の一人息子だ。何？ウォルホート家の後継ぎか。この方が。くそ、迎えに来るのが早すぎるだろう。とにかくずらかれ、相手が悪い。小悪党にしては悪くない引き際だ。我が領地を荒らす無法者です。この場で捕らえたかったが。お前の妻となる人が無事だった。それでいいじゃないか。妻となる人？賊に狙われていたことに気づかず、
ご迷惑をおかけしました。ご挨拶が遅れました。こたびの盟約に従いエスフロスト公国より参りましたフレデリカです。本日よりあなたの妻としてボルホート家に入らせていただきます。あなたがフレデリカ様だったのですね。失礼いたしました。挨拶もせずに一緒に戦ったのか。初めての共同作業が盗賊退治とは頼もしい夫婦になりそうだ。ロラン様、こんなところにいたんですね。探しました。ロラン様、また城を抜け出してきたのですね。親友の伴侶がお越しと聞いて、いても立ってもいられなくてな。お気持ちはありがたいですが、レグナ王に何とお伝えすればよいか。父上は俺の心配なんてしないさ。けど、親衛隊のヒューエットには小言を言われそうだ。そろそろ王都に帰るとしよう。麗しき薄紅色髪の姫よ、彼がいれば安心です。婚礼の式典を楽しみにしていますよ。ではこれにて。指輪にグリンブルク王家の紋章が入っていた。あの方はもしや。そう、グリンブルク国王レグナ様の第二王子ロラン様です。領主の若様と王子が盗賊相手に立ち回るなんて面白い国ね、フレデリカ。彼女はジーラ、私の良き教師で次女です。音に聞くウォルフォートの立ちさばき、直に拝見できて光栄でしたわ。フレデリカ様、改めてご挨拶いたします。私がセレノア・ウォルフォートです。この者は我が家の執事ベネディクト。セレノア様の補佐役を務めております。お見知りおきを。ようこそウォルフォート家へ。家を代表し心よりあなた方を歓迎します。セレノア様、私の髪の色、驚かれたのではありませんか。先ほどの気丈な振る舞いは見事でした。髪の色より大切なのはあなたがどんな方かです。お恥ずかしい、出過ぎた真似をいたしました。とんでもない。武家としてもあなたの力は頼もしい限りだ。私はエスフロストから出ずに育った世間知らずです。ご期待に添えるよう努力いたします。世間知らずというなら私も似たようなものですよ。共に学び成長していきましょう。はい。これよりウォルフォート城へご案内いたします。皆が待っていますよ、フレデリカ様。はい、よろしくお願いいたします。
セレノアとフレデリカ。二人の婚姻は塩を持たざるグリンブルクとエスフロスト、両国の同盟強化を狙った政略結婚である。これは大戦終結後もなお続く聖ハイサンド大教国による塩の独占に対するささやかな牽制に過ぎないはずだった。だがこの婚姻がノゼリア全土を巻き込む大乱の幕開けであることをまだ誰も知らなかった。お帰りなさいませ。不在中何か問題は？特にはありません。エラドール殿が騒いだ以外は。ベネディクト、賊が出たと聞いたぞ。若に怪我はないだろうな？ああうるさい、声が大きいんだ。お前はそもそもお前が噂を広めたせいで。エラドール、何も心配はない。いつまでも子供扱いでは困る。はい。とはいえ、私は若が小さくて可愛い自分からずっとおそばに。おお、こちらが若の。フレデリカです。はじめまして。侍女として参りましたジーラです。どうぞよろしく。お二人にウォルホート家に仕える者たちを紹介しましょう。まず我が家の兵を束ねる兵長のエラドール。若の奥方様はウォルホート家の宝です。一命を賭してお守りいたしますぞ。そして私の片腕として働くアンナです。ご用があれば何なりと。皆共に生きる家族だ。遠慮なく頼ってほしい。グリンブルクの御三家筆頭であるウォルホート家、その名を辱めないよう努めます。ああ小さかった若が良き伴侶を得られた。感無量だ。本当に声が大きいですね。おっと失礼、どうか慣れてください。若様、奥でご当主様がお待ちです。私は明日の式典についてエラドールたちと打ち合わせをいたします。フレデリカ様、当主である父シモンが待っています。奥へ参りましょう。さて、我々は若様たちのご婚礼の前に二つの重大な式典をこなさねばならない。一つは王都のホワイトホルム城で行われる三国共同採掘の記念式典ですね。三つの国が協力してグリンブルク国内で新しい鉄鉱山を掘っているんだよな。そう、ノゼリア新鉱山、
遠鉄大戦の禍根を断つべくレグナ王が提唱された取り組みだ。まさに今記念式典参加のため採掘に関わる各国の代表者が続々と来訪されている。エスフロスト公国からは鉱山開発の技術責任者であるドラゴンエスフロスト様が、聖ハイサンド大峡谷からは国を動かす七星人の一角ビザークラフト家ライラ様がお越しです。お二人は式典の前にグリンブルク側の代表者であるシモン様と会談される予定と伺っております。そうだ、会談後お二人はウォルホート家がもてなすこととなる。アンナにはドラガン殿とライラ殿の警護を頼みたい。かしこまりました。もう一つは記念式典の後に行われる恒例の舞踏大会だな。こっちも各国から強者たちが来訪しているはずだ。エスフロストからはアブローラ将軍が、ハイサンドからはマーシャル家エグスアム様が出場予定です。グリンブルク王国からの参加は前回の優勝者として創世マクスウェル殿と、もう一枠はもちろん我らウォルホート家、今回こそ優勝はいただくぞ。その件で二つ相談がある。まずロラン王子がウォルホート家の一員として参戦を希望されている。ロラン王子が師匠のマクスウェル殿ではなく、なぜ我らと。ご自分の力を試すためマクスウェル軍として出場を願ったが、レグナ王と揉めたようだ。それで親友である若を頼ったというわけか。構わんのではないか。我が軍は王家から編成の自由を認められている。他国の代表を見事に打ち負かせばレグナ王も喜んでくださるだろう。そうだな、では王子の参戦を受け入れよう。残る問題はシモン様のご体調ですね。そうだ、ご当主はもう舞踏大会に出られるようなお体ではない。おそらく若様が代表として出場することになるだろう。ご当主様、とうとうこの時が来てしまったか。わかった、若もロラン王子も我々がお守りする。頼むぞ、どちらも平和の式典ではあるが誰もが思惑を持って集っている。くれぐれもつけ込まれる隙を見せぬようにな。父上、フレデリカ様をお連れしました。お初にお目にかかります。フレデリカ・エスフロストです。おお、あなたがフレデリカ殿か。よくおいでくだされた。遠鉄大戦終結の立役者であるシモン様が率いるボルホート家、そのような名家に迎えていただくとは身に余る光栄でございます。堅苦しい挨拶はいい。旅の疲れもあるでしょう。今日はゆっくり休んでください。お気遣いありがとうございます。ですが何事も最初が肝心と申します。どうかローゼル族の血を引く私を迎え入れた真意をお教えください。なかなか気丈な方だ。ご無礼をお許しください。でも他国の武家に突
継ぐからには何を望まれ何をなすべきかを知っておきたいのです。もっともだ、セレノアもよく聞きなさい。はい。お前たちの婚姻は国同士が決めた政略結婚だ。狙いはグリンブルクとエスフロストの関係強化。塩を独占するハイサンドを牽制するためですね。うん、この牽制によってハイサンドは共同採掘に積極的に参加せざるを得なくなった。だがフレデリカ殿は広告の姫ではあるが、エスフロスト家とローゼル族両方の血を引く側室の娘、そして我がウォルホート家もグリンブルク王家の一臣下に過ぎん。単に絆を強める目的ならば、グリンブルクの王子と私の妹、先代正室の子であるエリカを縁付ける方が適切だと思います。しかし両国ともそれは選ばなかった。なぜかわかるか？それは将来状況が変わった時、切り捨てることができるようにですね。そう、それが両国の思惑、国を滑る者たちの駆け引きだ。事情は分かりました。しかし国や他人の思惑がどうあろうと、私はウォルホートの名に恥じぬよう振る舞います。よく言った。お前がそう決めたのなら。シメ、シモン様。大事ない、いつもの発作だ。だがいい機会だ。セレノア、私は今日限りで当主の座を降りる。明日からはお前がウォルホート家を率いるのだ。明日から？急に言われてもどうすれば。今お前が言った通りでいい。ウォルホート家はウォルホート家として立つ。支えてくれる領民と家臣たちのためにどうするべきか考え決断し前に進め。それが当主たる者の務めだ。この執務室の主もお前であると心せよ。わかりました。必ず父上のような立派な当主になってみせます。フレデリカ殿、この絵にしは単純ではない。様々な思惑が二人を翻弄するはずだ。それでもどうか一人の人間として息子を支えてやってほしい。これがウォルホート家の、そして父親としての真意です。はい、その覚悟で参りました。ドラガン様とライラ様がご到着されました。よし、今宵の晩餐会が私の最後の仕事だ。明日の三国共同採掘式典と舞踏大会がお前たちのお披露目の席になる。それが済んだら次は結婚式だ。忙しくなるぞ。
ノゼリア全土を巻き込んだ煙鉄大戦から34年、グリンブルク王国領に新たな鉄鉱脈が発見され、人々は喜びに沸いた。グリンブルク王国、エスフロスト公国、聖ハイサンド大教国は協議の末、新鉱山を共有の資産とするべく共同採掘を決定する。かつて相争った三国が手を取り合い、資金や技術を提供し合う試み、それはノゼリアの人々に平穏な時代の到来を期待させた。採掘の成功を記念する式典を控え、各国の要人が次々とグリンブルク王国を来訪。まさに和平のための宴が開かれようとしていた。そんな中、グリンブルクの御三家筆頭であるウォルホート家においては、煙鉄大戦の英雄シモンの嫡子セレノアが新たな当主となることが決まったのである。ウォルホート城へようこそ、ライラ殿。共同採掘に対する聖ハイサンド大教国の多額のご援助、改めて感謝いたします。調整役がシモン殿なればこそです。しかしご子息とフレデリカ殿のご成婚には驚きました。まさかグリンブルクの筆頭家がグスタドルフ総帥の妹君を迎え入れるとは。総帥とはお母上が異なるそうですが、いきさつを伺ってもよろしいか。ええ、もちろん。大戦時に先代総帥と結んだ盟約なのです。情勢に明るいあなたが知らないとは意外でした。そちらがご子息ですね。確かセレノア・ウォルホートです。フレデリカと申します。まだまだ至らない息子ですが、良い機会だと思いましてな。私は本日限りで当主の座を降り、セレノアに譲るつもりです。ご引退されるのですか。協力して共同採掘を進めてきた同志としては寂しいですが、めでたきことですね。新当主のセレノア殿がどんな人物か、晩餐会でじっくりと調べることにしましょう。ライラ殿の本領発揮ですな。お手柔らかに。今宵はエスフロストのドラガン殿もいらっしゃるとか。ええ、ノゼリア新鉱山の技術責任者ですから、王国の若き騎士と呼ばれる優秀な方だ。彼は新鉱山の坑道を掘るために特殊な爆発物を使うと聞きました。立場は違えど同じく研究に携わる者として話を聞くのが楽しみです。すでに到着されているはずですが、姿が見えませんね。ドラガンなら町に出て行きました。ウォルホートの城下に興味があると言って。ああ、ドラガン殿とあなたはいとこ同士でしたね。早速情報収集とは気が合いそうだ。間もなく晩餐会が始まります。私が探してお連れしましょう。そうしてくれ。今宵の晩餐会は私が主催するが、お前は当主のつもりで臨め。招待客は皆各国の要人だ。くれぐれも失礼のないように。承知しました。
セレノア殿、先ほどは世話になりました。町はいかがでしたか、ドラガン殿。領民たちには活気があり、領主を信頼していた。ウォルホート家がどんな家かよくわかった。恐れ入ります。フレデリカは我らの総帥の妹であり、私のいとこにもあたる。それがこのような良き家と結ばれた、大変喜ばしいことです。共同採掘でのドラガン殿のご活躍は聞いています。これからも手を取り合っていきたいものです。さよう。もう過去の戦争にとらわれている時代ではありません。鉄のエスフロスト、塩のハイサンド、そして交易のグリンブルク、互いに敬意を持って平等な関係を築いて行きたいものです。聞き捨てなりませんな、ドラガン殿。現在は敬意がなく平等でもないと聞こえますが。少なくとも平等ではない。貴国が課している遠税を見れば明らかだ。随分はっきりとおっしゃる。アイサンドへの敬意を感じませんな。セレノア殿はどう思われる。高額の遠税は古くからの問題です。遠鉄大戦もそれが原因で起こった。塩は女神に従う信徒のみに与えられた女神の加護である。これはハイサンドが報じる塩の女神教の基本となる教えだ。ウォルホートの次期当主殿はエスフロストと結んで我らの教義に異議を呈するのですか。塩はハイサンドの縁故でしか取れません。塩の採掘は貴国が持つ正当な権利です。それを犯すつもりはありません。ならば結構ですが、日和見とも取れますな。確かに、それでは何も言っていないのと同じだ。セレノア殿、我らは皆立場も意見も異なる。しかし、だからこそ率直に話し合うことに意味があるのではないか。ご了承、どうかお許しいただきたい。ウォルホートはグリンブルク王国の武家、武骨者ゆえ遠税の話などには疎い。ただ我らは不義を憎みます。争いは望まぬが、我が領地と領民が不義によって苦しむことがあれば断固として戦う。相手がどんなに強大であろうとも、それがウォルホート家の覚悟です。よく知っています。ご招待いただいた席で失礼しました。しかし、塩をめぐるエスフロストとハイサンドの摩擦は年を経るごとに大きくなっているのも事実。広告では自由に塩を買うことさえままならない。私はそんな苦しみから民を解放したいのです。私とて違法院を預かり、人の命に関わる者、一個人としては塩の独占が正しいとは思っていない。塩は生きる者すべてに等しく必要なものなのですから。ライラ殿。とはいえ、ハイサンドでは塩の女神の神託をいただく教皇のご意見が絶対なのです。今回の共同採掘を機に何かが変わるといいのですが。そうだ、我らはこれから先のことを考えねば。ドラガン殿、ライラ殿、そしてセレノア、どうかノゼリアに新たな時代をもたらしてもらいたい。はい。いやあ、楽しい宴だった。フレデリカ、君は良い伴侶を得たな。僕にはわかる、彼の目を見れば一発だ。
私などまだまだです。その奥ゆかしさも婿殿の良きところだなあ、フレデリカ。ええ、とても実直で清廉なお方だと私も感じます。フレデリカ様。その感じたことを正直に申し上げただけなのですが、お嫌でしたか？とんでもない。あなたにそう思っていただけるのは嬉しい。ならよかった。フレデリカ、君はそんな表情もできるのだな。フレデリカ様はエスブロストではどのような暮らしをされていたのですか？正直に言えば、ローゼル族の側室の子として虐げられていたよ。制裁の実施たち、グスタドルフはともかく、エリカとタラース兄弟はたちが悪くてね。子供のような嫌がらせを人前でも繰り返していた。まさか。事実さ、僕はね、フレデリカの悔しさがよくわかる。僕の父スバローグも先代総帥の弟、我が家も傍系として不遇を囲い続けてきたからね。だがそれも終わりだ。僕は共同採掘を成功させて実力を示す。そのために大書院で学び爆裂眼を作った。それを利用した革新的な発明も。ドラガン、そろそろお開きにしましょう。随分と酔っておられるようです。ノゼリア中の交易品が集うグリンブルクが悪い。杯を取る手が止まらんのだ。口にするもの何から何まで珍しく、そしてたまらぬ美味ときた。明日の式典に触りますよ。広告の代表という退任が終わりでしょう。式典か。僕は戦争を知らない。だから三国が手を携えることがどれほどの偉業であるか実感が湧かない。なあ婿殿、貴殿はこの共同採掘をどう考える？対立してきた三国に平和をもたらす意義のある取り組みだと思います。なるほど。だが本当に対立はなくなるのだろうか？簡単ではないでしょうが、なくなってほしいと願っています。婿殿は人が良いな。だが不誠実な者とは誰も手を組まない。婿殿のその誠実さは代え難い武器かもしれないな。見方はいろいろある。だが時代を作るのは常に熱意ある若者だ。頭の固い老人どもに任せてはおけん。僕はな婿殿、今が新たな時代の幕開けだと考えている。この共同採掘を足がかりに歴史に名を残す。つまり僕の時代を築くのだ。婿殿にも力を貸してもらいたい。ぜひ一度ノゼリア新鉱山に足を運んで。ドラガン、大丈夫ですか？なーに、酔ってなどいない。酔ってってなど。寝てしまったようです。豪気な方ですね、ドラガン殿は。ええ、幼い頃から野心を隠さない方でした。それだけに
本家の兄たちには思うところがあるようで。あなたもですか？見返したい気持ちはあります。でもシモン様が言われたように未来のことを考えたいと思います。何ができるのかはまだ分かりませんが。私も同じだ。一緒に考えていきましょう、フレデリカ様。フレデリカとお呼びください。私たちはこれから共に歩んでいくのだから。ではお互いに。と、いとこ殿を客室に運ばないと。手伝ってくれますか、フレデリカ。もちろんです、セレノア。起こさないようにそっと。やはり来ていたか、ベネディクト。シモン様。デストラに報告してくれたか。明日からはセレノアがウォルフォート家の当主だと。お許しください、出過ぎた真似を。いや、デストラも喜んでいるだろう。お前を誰より信頼していたからな。私も同じだ。30年片腕として尽くしてくれたことを感謝する。身に余るお言葉です、ご当主様。そう呼ばれるのも今夜で最後か。シモン様、すぐに異邦使を呼びます。無用だ。私の真の像がどうなっているか、お前が一番分かっているだろう。それゆえセレノアのことはお前に頼むしかない。我が家のためにもう一働きしてはくれぬか。もちろんです。この命をかけてセレノア様をお支えします。聞いたな、デストラよ。ベネディクトがいればお前の息子は大丈夫だ。我が古き戦友よ、セレノアをウォルフォート家を頼むぞ。お任せを。